俺はアントン。いいかい奥さん、消えたご主人がうちから借り入れていた金はとごって言ってな。10日経過すると5割の利息がつく。つまり10万借りりゃ10日で5万の利息だ。はい。あんたの旦那が借りた金は100万円。それでその返済が滞って何日になる？1年です。そうだ、現在の返済額は利息だけで1825万円。あんたこれどうすんの？すみません、なんとかお金を返していきますので。返してもらうのは当たり前なんだよ。はい。困るんだよね、ちゃんと計画的に利用してもらわないとさ。あんた計算できます？まともな学校出てるの？はい、すみません、ママ。とにかくこのままでは困るんでね、早急に金を持ってきてもらわなきゃ。もし必要なら夜の店を紹介してやろうが。それかその子の臓器を売買してもいいが。ママ怖いよ。待ってください。もう少しだけ待ってください。必ず10日後にはいくらかでもまとまったお金を用意します。へえ、言ったな。奥さんが言ったんだ。もし用意できなかったら分かってるよな。はい、何でも言うことを聞きます。だからもう少しだけ時間を。猶予は10日間だ。1秒でも超えてみな、その時は。ありがとうございます。ママ大丈夫？ええ、大丈夫よ、清志郎。ごめんね、怖い思いさせちゃって。ううん、大丈夫だよ。僕はママがいればいいから。清志郎。僕は日向井清志郎、小学1年生。僕の家はすごく貧乏だ。せーの！おい、いるんだろ、奥さん。お母さん。僕のお父さんが怖い人たちにお金を借りたままいなくなってしまったからだ。日に日にヤクザさんたちの嫌がらせはひどくなって。何よこれ、鳥の死骸。どうして郵便受けの中に？だからママが働いてお金を返そうとしているんだけど。せめてママの目がちゃんと見えていればね。清志郎にもたくさんご飯を食べさせてあげられるんだけど。ママの目は昔パパにひどいことをされた時に怪我をしたらしい。僕は大丈夫だよ、いっぱい食べて太っちゃったら困るし。清志郎、その時の怪我は治らないらしく、そのせいでいい働き口が見つからないそうだ。この間面接に行った時も。目が見えない？ダメだ、そんなの使い物にならないよ。左目はちゃんと見えるんです。だから問題なく仕事もでき。いいからさあ帰った。そんな、はあ、清志郎の学費に家賃、そして返済金。早くお仕事を見つけなくちゃ。ごめんね清志郎、今日もサラダだけね。大丈夫だよママ、僕野菜大好きだからさ。ママは僕に謝ってばかりだ。本当は毎日笑っていてほしいんだけど。ねえママ、さっきの怖いおじちゃんが言ってたとごって何？なんでヤクザさんたちにお金を借りるといけないの？それはあなたは知らなくてもいいことよ。だからあなたは一生懸命勉強してればいいの。わかった？僕勉強嫌いだよ。ママは僕には大事なことを教えてくれない。だからなんで僕とママがこんな辛い目に遭っているのか僕にはいまいちわからなかった。だけど出て行ったパパが悪いっていうのはなんとなくわかる。とにかく今は贅沢は我慢ね。うわー、綺麗なバッグ。その時僕たちは高級ブランド店の前を通りがかった。ママはショーウィンドウに飾られているバッグを見ながら目を輝かせていた。本当だ、ママに似合いそうだね。本当はこんなバッグが欲しいんだけどね、なんてね。翌日。ママいないの？って、そうだ、ママは今日も面接でお出かけだったんだっけ。その時ふと
貼ってあるカレンダーに目が止まった。あ、明日はママの誕生日じゃないか。すっかり忘れてた。ママにお祝いをしてあげたいんだけど。僕は町に出ていろいろ考えてみることにした。何をしたらママは喜んでくれるかな。お花？それとも綺麗な石？でもママにはもっといいものをプレゼントしたいな。その時、あ、ここはママと前に通った高級ブランド店。僕は店に入っていくお客さんを見ながら考えていた。いらっしゃいま。何やってるんだあの子。これママが欲しいって言ってたやつだ。僕が買ってあげたらきっと喜ぶだろうな。僕親御さんはどこかな。あの、これっていくらですか。このバッグですか。20万円ですけど。20万円。ちょっと確認してきます。ああ、ちょっと。僕は店員さんに値段を聞くと猛ダッシュで家に戻った。1枚2枚。僕は自分の貯金箱をひっくり返した。だけど17円しかない。これじゃあ到底手が届かないや。ママにプレゼントも買えないなんて。でもその時僕はひらめいた。そうだ、ヤクザさんってお金を貸してくれるんだよね。別のヤクザさんにお金を借りればいいじゃないか。そうすればママにプレゼントも買えるし、僕がママのお手伝いをしてお小遣いからちょっとずつ返せばいいもんね。僕は早速別のヤクザさんの事務所に向かうことにしたんだ。ここがドーマニ組の事務所。この間行ったところよりも大きい。ここなら絶対にお金を貸してくれるはず。僕は勇気を振り絞ってインターホンを押した。え、なんだ坊主、なんか用か。すみません、実は。いや、前回は大変お世話になりました。竜道さんのおかげですよ。それならいいが。あ、兄貴。あ、なんだ。来客なんですが。来客？今は無理だ。見りゃわかんだろうが。そう、それが。お前が俺に会いに来たって坊主か。要件を聞こうじゃねえか。それがお金を貸してほしくって。何？金だと？どうしても明日までに20万円必要なんです。僕の全財産と合わせても全然足りなくって。全財産って17円しかねえじゃねえか。ってことは足りねえのはあと199,983円。とりあえず話を聞かせてもらおうが。はい、実は僕は竜道さんたちにパパのせいで借金生活を送っていること、怖いヤクザさんたちのこと、明日がママの誕生日でどうしても20万円のバッグを買ってあげたいことを話した。そうか、わかった。お前らちょっと出かけるぜ。竜道さん邪魔するぜ。なんだ てめえらどこの組のもんだ。竜道さんが向かった先はパパがお金を借りている怖いヤクザの事務所だった。俺はドーマニ組の門間竜道。ドーマニ組何の用だよ。この清志郎について話をつけに来たんだが。小僧、お前はなんでこの小僧がドーマニ組と。清志郎んとこにどこで金を貸し付けたってな。本当か。それは暴利で仇から金を巻き上げるなんぞ、ずいぶん古くせえしのぎをやってんじゃねえか。うるせえ、もともと金を借りたこいつの親父がいけねえんだろうが。そうだ、借りた金を返すのは当たり前だろ、一般常識だろうが。次の瞬間、竜道さんは六方全書を机に叩きつけた。お前らのやっていることは利息制限法の上限金利に違反してるんだよ。利息制限法？なんだそりゃ。わかんねえのかい。んなもん返す義理なんざ鼻からねえのさ。六方全書も頭に入れねえでヤクザなんてやってられるか。まともな学校出てんのかてめえら。竜道さんの剣幕に極連組のヤクザたちは震え上がった。なんと僕がお金を借りようとした竜道さんは某有名大学卒のインテリエリートヤクザだったのだ。すごい、あれだけ僕たちに怒鳴っていたヤクザたちが竜道さんにビビってる。くっ
そう、俺らはヤクザだからよ。そんなこと知ったこっちゃねえんだよ。あ、危ない。竜道さん、極連組のヤクザさんたちは懐から刃物を取り出すと竜道さんに向かって襲いかかった。おら、うわ。竜道さんは持っていた分厚い六方全書でヤクザの頭を叩き伏せ、怖いヤクザさんたちをのしてしまった。いいかてめえら、これ以上清志郎とおふくろさんに何かしてみな。このドーマニ組の門真竜道が黙っちゃいねえぞ。申しません。こうしてママの借金はこの日0円になった。さらにこの後、便利屋のアントンさんの協力もあって竜道さんはパパを見つけ出してくれた。久しぶりだな、清美、清志郎。俺は悪くないんだ。だから、な。あなた、よくも私たちを置いて出て行ったわね。竜道さんはパパに慰謝料の支払いを命じる手続きを取り、そしてママに面接でひどいことを言ったスーパーの店長に話をつけた。結局ママは雇ってもらうことになったんだって。いろいろとありがとうございました。なんとお礼を言えばいいか。ありがとう、竜道さん。お礼なんていらねえよ。ちゃんと勉強することだ、京志郎。いい大学を出て立派に稼げるようになって、おふくろさんを支えてやるんだ。分かったな。うん、分かったよ。そして10年後、僕は竜道さんと約束した通り猛勉強して偏差値の高い難関高校に入学した。そんな僕の将来の夢は弁護士になることだ。僕はヤクザにはなれないけど、竜道さんのように困っている人を助けられる人になりたい。あの日僕を助けてくれた竜道さんの姿を僕は一生忘れないだろう。竜道さん、本当にありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。